友達からあるニュースで48と75が理系的に最終的にそうなりたいよねと言うんですが、それってどういうことですか？また興味あるリクエスト、プルーフクラススタート、最終的に結婚したい方は最後まで見て、これは婚約数といって、異なる2つの自然数の組で、1と自分自身を除いた約数の和がお互いに他方と等しくなる数を言う。何言ってんのだよね。詳しく解説します。まず、令和6年能登半島地震の際、いろいろ解説した動画の中に友愛数について解説したよね。覚えてる。忘れたり見てない子は過去動画見てね。で、48と75の婚約数ってのは、最小の婚約数の組が、その数の1と自分自身の除いた約数の和に匹敵する。つまり、48の1と自分自身の約数を除いた約数がこれで、すべてを足した和が75で、75の約数は3、5、15、25で、和が48。だから、48と75は一番最初の婚約数であって、偶然一致したもので、現在まで知られている婚約数の組は、すべての偶数と奇数の組であるらしいね。ちなみに定義を知って、証明もできると、もっと面白くなるかも。